ございます。8月6日の朝です昨日ですね、なでしこジャパンが見事な勝利をしましたのでちょっと昨日は眠くて寝ちゃったんですけどその感動を皆さんに伝えたいなと思いまして朝から、えー、撮っております鳴ら足さんいませんけれども聞いてくださいあのなでしこジャパンがですね簡単に言うと強すぎるっていう見なんです言いたいのはあのスペインに4対0で勝って で相手のスウェ、えー、ノルウェーもですねノルウェーもかなり、えー、対策をしてきてスペイン戦でかなりあのカウンターがはまってたので相手のリーセ監督も、まあ、もうちょっと相手をにボールを持たせてで、えー、ちょっと引いたところからカウンター狙っていくよみたいな形にしたんですねで、えー、ノルウェーの方がアンカーの、まあ、4あ3三3なんですけどアンカーの。 エンゲン選手、バルセロナの選手ですね。この選手を、ファイブバックの真ん中に入れて、ファイブバック、5、4、1でかなり構えてきたんですよ。だからスペイン戦とは日本からすると逆のような形になって、これ難しいなぁと思って見てたんですよ。まあ、だから完全に日本リスペクトして、ノルウェーがやってきたという中でですね、まず1点目はラッキーな部分あったと思います。 ただ、宮沢選手の鋭い斜めのパスから、あのー、ゴールが決まって、で、15分だったですね。まあだから、固めてきてるぞっていう感じで、みんなが、じゃあどう崩していこうかぐらいの時に、相手のオンゴールで、えー、先制をしたと。ただですね、これが、あのー、その背後に狙う。引いた相手に対して、こう斜めの背後。左から右の奥。 ま、ここに入るボールが、ものすごく、いいボール、いやらしいボールだったので、まあ、それがオンゴールにつながったということが一つあります。で、もう一個ですね。まあ、その後すぐ5分後、20分に、相手の高さ、まあ、相手はもうサイド攻撃で高さを使ってくるっていうのはもう分かってたと思いますけど、その形で、ま、1回目のチャンスだったと思います。ノルウェーにとってはね。で、追いつかれるんですよ。でもこの展開ってかなり、 日本としては嫌ですよね。すごく嫌。それでまた5、4、1にされて、攻めてもちょっといいとこまで行けない。まさに、この間のスペインのような状態に、日本されました。で、ハーフタイムの時僕も、あの、フィファプラスで、延長まで行った場合は、喋り続けてくださいというふうに言われたので、これは正直、延長もあるぞという気持ちで、しっかりお手洗いに行きました。で、 後半ですで後半で、えー、その流れでいってで一本ですね宮澤選手が抜けたシーンがあったんですよね、まあ、今までのような形じゃなくていあのちょっと引き出したビルドアップのところからクッといった時に一本チャンスみたいなの生まれたんですけどそれで入らずにまたちょっとノルウェーがガツッと構えたその展開で清水選手のゴールなんですけどあの構えた時にも あのー、しっかり形があってですね、もう、遠藤選手が左で持った時に、宮沢選手抜けて、で、そこで、斜めに田中選手に入れて、そっから長谷川選手なり、長野選手なりがもう絡んでいくという形。で、まあ、清水選手が取った形なんかは、あのー、 ま、清水選手の良さ。まあ、左から、結構ね、左から右で清水リサまで入ってくるっていう形で何本かチャンスを作ってたんで、その流れで清水選手はこう、止まらずに入ってきてゴールド。だから、はっきり、まあ、ちょっと相手のミスは間違いなくあったんですけど、それを狙ってる日本の形もしっかり作られてるし、うーん、なんかもうみんながやることはもう、 完全にこれだっていうのが頭の中でこう、この時はこれ、この時はこれ、この時はこれっていうのがしっかりできてるので、戦術的にも非常に見てて面白いというのが今の日本代表です。で、まあもう当然ノルウェーもビハインドになったら徐々に徐々に。まあそれすぐ買わなかったんですよ。2、1、2日本がしてもうすぐノルウェーが前にバッって出てくる感じじゃなく、徐々に徐々に、まず5、5は変えずに、1点差のままで最後2トップとか高い選手、 バロン、元バロンドーラーとか入れて、ガン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 攻めていく形にしてきたんですけど、そっからですね、みんなが思い描くのは、カウンターで3点目取れたらいいなっていうことなんですよね。相手が出てきたわけですから、スペイン戦のようなバスという形で3点目取れたら嬉しいなと。理想の展開だなと。それになるんですね。今の日本は。それになるんです。 あの、藤野選手から宮沢選手。まあ、ハイライトとか何でもいいんで見てください。もうあの宮沢選手の落ち着きは何なんでしょうか。で、背後へのスピードもすごい。で、このパッと顔上がったタイミングの斜めのランニング。あれはマイナビ仙台レディース所属。素晴らしいですよ、これね。まあ、これで3点目取って。 でも、こっから最後、山下戦、高さ使ってくるわけです、ノルウェーは。高いですよ、ノルウェー。それをですね、キーパー山下選手、見ましたかヘディングズやられたの、パスささあの弾き方がいいじゃないですか。どっかけけボールあれですよ。 あれを見たらもう興奮しないわけいかないです。ね。なのでね、これ、嬉しいのがね、これ、ま強いんです。本当に強いんです。だから、相手がリスペクトを持ってスペイン戦すごいぞって言って、臨んできて、それを上回ったわけですから、この勝利は本当に大きくて、うん、これは本当に大きいんですよ。で、あのー、宮沢選手が5点。 これ、沢誉選手の2011年大会にもうすでに並んで日本人最多得点数でございます。で、ね、宮沢選手はね、ちょっと僕もそんなにね、w ーリーグ見てなかったところもあるんで、この大会に向けていろいろ調べたとかやっぱり一番言われるのはスピードって言われるんですよね。でもね、僕はね、ちょっとね、その言葉、スピードのある選手だけで片付けるには、ちょっともっと 答えなすぎるほどのポテンシャルを持ってると。僕3試合ですかね。え、コスタリカ戦以外、フィアプラスでちょっと実況させてもらったんですけど、ポテンシャルすえ恐ろしいぞと。宮沢ひなた。何がすごいかって、そのスピードもそうですけど、あの、相手構えられた時に、特にね、長野選手と宮沢選手はもうずっと U20 の 優勝の時からまあずっとやってるっていうのもあるのかもしれないですけど、もうね、狭いところにズバってまず刺すんですよ。相手をまず集結させて広がせて、このズバがあるんですよ、中野選手からね。そこでもね、宮沢選手狭いところがクッて埋めて、受けた時のタッチももちろん、えっと、スペイン戦の、宮沢選手2点目かなんかのタッチもすごかったんですけど、狭いとこでもピタッと止まるんですね。さらに姿勢がめちゃめちゃいいんです。スッと。 スッと、相手のがいないよ、みたいな感じで立ってるんですよ。そっからね、ドリブルももちろんありますよ。だけど、パスもスパーンって出すんですよ。あの、フォロースルーが短いやつ。スカンスカンスカンって。あれも出せるし、そのスピード勝負一本じゃなくて、緩急も使えるし、左も右もこうやれ,るやれるので、間違いなくヨーロッパ、アメリカのビッグラブが狙ってる。 間違いないなですこのあとマイナビ仙台さんの絵のオファーが何個くんのか聞いてみたいぐらいセンセーショナル宮澤ひなた本当にすごいぞとでそのさっき言ったように1個ね後半抜け出したけど打てないシーンがあったんですよ後ろからボール突かれてそれなのにあの3点目のゴールはあれダイレクトで打ってるでしょ あれ、抜け出してきて、空いていて、ほんとね、本当にね、練習ぐらいの感じで打ってるんですよ。見てほしいんです。スロー、表情とか。これは練習かっていうぐらい。いや、練習でもない。練習の後の自主練の時間。遊んでる自主練の時間ぐらいリラックスして打ってるんですよ。あれはほんと、恐ろしいリラックス度と、 一対一、この間はニア抜いて、今度左足でこっち抜いて。すごいんですよ、本当に。でね、嬉しいのがね、前線。直本選手、植木選手、今日はベンチスタート、昨日はベンチスタートでしたけど、この辺含めてですね、あの、ウィーリーガーなんですね、全員。富士の青葉もちょっと末を恐ろしすぎますし、 何でもできるな。藤野青葉。本当に19歳か。あの、去年の U20 の時よりまた成長してますね。うん。なんかもう何でも来い。体力もあるし、ハードワークもできるし。で、田中も植木もどっちもいい。で、猶本もいいって、この間浜野まで出ようとしてた。これだからビハインドの展開になっても、いろんな選択肢があるわけですよね。 でね池田監督がすごいのがもう一個だけいいですかボランチ含めサイドも含めですけどあのー、うまいことターンオーバーしてるんですよねだから長野長谷川のダブルワンチゃんかもう心臓ですよねこれをですねフレッシュな状態でまあ、昨日はフル出場でしたけど フレッシュな状態で持ってこれてる。林ほのかもすごく良かったんですよね。だから、長谷川も長野も一試合ずつグレープステージで、あの、ベンチスタートはあるはずなんですよ。こういううまいこと回しながら、みんなの、俺、私が行くぞと。いつでも行くぞっていう状態を持ちながら、8まで進んできてる。で、昨日1日目ですから。 ノックアウトステージではスケジュールもいいんですよね。スケジュールもいい。C 組なんですけど、早い方ですから、ここからちょっとずつ日程が、少しずつですけど、有利になってくるわけなんで、昨日も延長に行かなかったですし、次アメリカン、スウェーデンですけど、どっちが来ても、グループステージの戦い方を見れば、聞いたらスウェーデンの方がちょっと嫌だなっていう感じです。ただ、どちらにも今、 そのフラットに見ても日本優勢って言えるだけのパフォーマンスをしてますなので、あのー、正直ね女子ワールドカップあやってるんだぐらいの方もたくさんいらっしゃったと思いますしいい、えー、とんいいとも言ったのぐらいの方もいると思うんですよ是非そういう方はねまあそのノルウェー戦だけでもいいので FIFA+ で見てください 次はもう、ライブでは NHK でもいいです。何でもいいです。違法じゃなければね。何でもいいんで、ぜひこの感動を今から乗ってください。今から乗った方が絶対皆さんのため。お願いします。なでしこ。あります。3大会ぶり。チャンピオン。盛り上がっていきましょう。池田ジャパン、最高です。さよなら。